ではどうぞ。失礼します。おほう、今宵も一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑む。まずはご経歴をどうぞ。はい、半田奈々江です。11歳です。大阪府から来ました。小学6年生です。シンガーソングライターという、活動と、ラジオライブをやっております。では今回の希望金額と出資形態を教えてください。はい、希望金額は、150万円と、出資形態は、融資でお願いいたします。あなたが思い描く未来の姿は？ニューヨークアポロシアターで、日本人最年少で賞を取りたいです。令和の虎、その思いを金に変えろ。ではオールオアナセン、新しい未来をつかみ取れ。キャッチザファンド、最年少。はい、いやマジでちょっとランドセルがちょっと結構ツボなんですけど久々に見た今日はネタでか、背負ってるのか、そういうもんなのか。あ、もともとランドセルシンガーとしてなんか活動しております。なるほど。あ、そうなんだ。はい、半田奈々江さん。はい、じゃあ簡単な経歴を教えてください。はい、私は、アリアナグランデとコラボしたいという大きな夢があって、で、ママのお腹の中にいる時から、おばあちゃんがずっとそのお腹の中、私がお腹の中にいる間、周りで歌ってくれてて、で、その生まれてからもずっと歌ってくれてて、で、おばあちゃんとママの妹も、ずっと、生まれてからも、ずっと歌ってくれてて、で、歌っていいんだなって思いながら、あと、ママとかも、すごい、音楽をかけてくれてたので、その影響で、歌が好きになって、で、おばあちゃんも、ママの妹もママも、ママもじゃないわ、おばあちゃんもママの妹も、歌手になりたかったの で、その夢を引き継いで、歌手になりたいなって4歳の頃思ってて、で、やっと4歳になってから、歌手になるって決めて、で、その、4歳の頃から、お母さんと、作詞作曲を、開始しました。はい、ありがとうございます。まさか経歴がお腹の中からスタートするねいや、しかもまあまあ長かったのに岩井さんが止めないんだなと思って。まあ止めづらいよね。コメント欄に岩井止めろよって来ないからとやめてください、ちょっとはい、それでは今回のプランを簡単に教えてください。それは、みんな、大きい自分が一番なんか大きいステージに出たくて、で、そのアメリカスガタタタレント、アメリカスガタレントっていう、ところにもともとは出たかったんですけど、その後に見たのがアポロシアターというところで、で、ちょうどそのニューヨークにもあるし、で、ここはもう出てみたいなって思って、で、その後、何回かちょっと挑戦してみようってママと話して、それで、これで、あと自分も出たら日本人最年少になるし、みんなに応援してもらえたりとか、みんなを笑顔とか感動とかしてあげたりとかすることが好きなので、それでここに出たいなとか思いました。はい、ありがとうございます。ちなみに令和の虎はどうやって知ったの？ママの、ママがその令和の虎を、令和の虎の YouTube を見てて、最初見たのが、リライブシャツなんですけど、その動画をママが見てて、偶然自分もこっそり覗いてみたら、あ、この動画めっちゃいいなって思って、で、それからずっと見てます。見てるの？はい。なんか印象残ってるのある？令和の虎で。変な志願者とか。おじいちゃんがキレてるとことかね。
虎の皆さんたちが、うん、すごいその理解しようっていうか、誰やったっけ誰かわいい。いや今のはいや今日何でも許されるパターンっすね。やった。ね？漢字覚え出さんかった。誰やろ、どんな人。それ志願者虎誰。志願者や。志願者。志願者。男女どっち。男。男。ああ佐々木さんね。そう。はい。でその佐々木さんの動画を見て、うん、でその虎の皆さんたちがその佐々木さんやったっけ。うん、佐々木さんの。ちょいちょいタメ口が出てくる。まあ11歳ですからね。あの佐々木さんの、うん、佐々木さんのことを理解しようと、はあ、皆さんがしてて、はい、でそれを見てすごい感動して、それがすごく印象に残りました。お、なるほどね。ちなみに今緊張されてます？そんなにしてないですよね。なんかこういう場って慣れてるんですか？めっちゃ慣れてます。あ、そうなんですね。はあ、なんかそういう大会に何度も出たことがあるとか。大会というよりはテレビとか、まあ、大会も出たか。大会も出たりとか、うん、テレビに、カラオケバトルか。カラオケバトルに出たりとかしてたから、多分慣れてると思います。さっきなんか4歳で作詞作曲開始みたいな、歌手になろうと決めたみたいなとこで、はい、経歴が終わっちゃってて、4歳から11歳までの、このいろんな活動をもうちょっと教えてください。あ、OK です、はい。4歳から作詞作曲を開始して、でそこからいろんな YouTube の人を見て、でたまたま見つけたのが路上ライブをやってる人たちで、でその路上ライブっていうのをその4歳で初めて知って、4歳やったかな、5歳か、5歳で初めて知って、でその時に、あ、自分もこれやってみたら面白いかなと思って、で自分も挑戦してみたいってママに言うたら、もちろんやろうって言ってくれて、それでこれもやってみたいなって思って、であとは作詞作曲も頑張らなあかんし、頑張らなっていうか、頑張ってで頑張って作ったりして、でついに6歳とか7歳になってから、カラオケ大会とかに出たりとか、それで8歳の時に、カラオケ大会で大人だけ参加、大人だけの参加者の中、準優勝したんですよ。でその準優勝した後、あ、これは自分はこれこのまま活動やった方がいいんだなって思って、で9歳から弾き語りでライブハウスの無料イベントで弾き語りしたりとか歌ったりとか、そうして頑張ってたら、10歳の時、出場した、カラオケ大会では、小学生一人だけの中、優勝したんですよ。で、その後、まだ10歳の時に、カラオケバトルに、出させてもらって、で、あ、このまま行ったらいいなって思って、で、ついに10歳になったので、路上ライブ始めてみようかなって思って、で、路上ライブ、始めてから、10歳になって始めたら、皆さんがすごい応援してくれてる方とか多くなって、で、それを見て、あとみんなも感動できるかなって思って、それで、それで、あ、もうこのまま続けていこうって思って、で、今11歳になってからも、路上ライブを楽しく、活動っていうか路上ライブをしてます。ちょっと話長いわ、ごめんなさい。本当に、いやいや、あ、もうドキドキしながら今言うてみたけど、あんまり謝んなくていいよ、大丈夫よ。はい、はい、じゃあちょっと歌ってみる。はい、ね、はい、はい、じゃあ行こうか。まずはね、これでめっちゃ下手くそやったらあかんわな。すごいですね、うん、めっちゃ下手くそやったら当たってやる。
これは、9歳の時に、作曲した、まあ、お母さんも一緒なんですけど、作曲した曲です。よかったら楽しんでくれたら嬉しいです。You already knew that things go wrong, but it's just hard to realize, cause I didn't mean it, yay. Oh, my pride, my selfish ways, it should not be like that. I know I didn't wanna know that it's over. I shouldn't have said you that I love you. I shouldn't have given up each night for you. I just wanna make you smile. If I could see you only one more time, and if I get to you so close by your side, well, I can't say that ain't you. But you're with another girl, so I wish the girl will always make you smile the way that she loves you more than I do. You made me smile, you made me feel comfortable. Oh, that things you done for me made me feel like it was the way I should do. I do better do for you. Sorry I didn't let you know that how much I need you and I love you. I just wanna make you smile. If I could see you only and if I get to you so close by your side, well, I can't say that it's you, but you're with another girl. I hope that the girl will always make you happy. I really hope that she would love you always. She could keep doing that always and be with you all the time. Then I will be more happy. ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあこっち座ってください。すごっ。たあれ、お上手だったんで。はい、林さん、これ30万。はい、はい。ニューヨークアポロシアターで受賞を狙う若き志願者、持ち前の歌唱力でオリジナル曲を歌い上げると心をつかまれた林が札束を動かす。この流れに乗り完全オールまで突き進めるか。新生イエローキャブフランチャイズ加盟店大募集、詳しくは概要欄から。林さんから30万出ました。僕もこれ、あ、はい、僕は50万。50万、はい、はい、半分超えた。これ9歳の時に作曲したって言ったじゃない。はい。これまず作詞は誰なんですか。作詞は自分です。すごっ。作詞したのを、作詞、あ、どっちも同じかな。あ、でも作曲が自分で、作詞がママか。いや、ちゃうわ、自分、あ、どっちもです。どっちもやりました。どっちもやった。で、英語にしたのがママなの。英語にしたのは自分です。え、なんで9歳で英語にできるの。多分ね、アメリカンスクールだよね、多分。あ、違う、アメリカンスクールではないです。すごいね。はい、普通の公立行っててそんな英語できるの。なんで英語できるの。あの、ママが、はい、英会話の先生っていうか、はあ、そうなんですけど。なるほど。はい、いや、発音がめちゃくちゃいいからですね。ありがとうございます。しかもさっきちょっと軽くお母さんと話した時英語で話した。そう、はい、へえ、そうなの。へえ、すごい。お母さんと最後にちょこちょこって言った時英語だったのね。そうと思った。これなんでアメリカンスクールなのかなと思って。アメリカ普通の公立なんですよ。へえ。僕も聞いたんですよ、控室で。公立の小学校6年生です。すごいですね。なんか頭良くて作詞できて歌もうまいって何なんですか、この不平等感が。ちょっとやっぱり厳しく育てた方がいいですかね、やっぱり。やっぱ何ですかね、このそんな。ちょっと歌を聴いての感想だけ一言ずついただきましょうか。どうでした。
いやもう本当に株式会社お客様皆様おかげ様代表島田貴文通称島やん。学歴なし人脈なし借金を抱えながらの開業で今や国内外問わずラーメン界を圧倒。全国フランチャイズ店舗プロデュースなど人の役に立つラーメン屋として快進撃。ラーメン屋経営 YouTuber 島やん、志願者の味をどう引き出す。いやもう本当に綺麗な声やし堂々としてるし、ここも僕もその作詞がほんまにやったんかなと思って、その作詞の部分はほんならお母さんもお手伝いしたというところです。歌詞がめちゃくちゃいいんでちょっと泣きそうになりました。ありがとうございます。そうですね、僕もなんかね心震えさせられますね。あ、とっても素敵な歌だし、やっぱりね、このご本人がもうけなげにすげえ頑張ってるところがやっぱいいなと思ったし、あとやっぱ歌詞が最近っぽくていいですよね。なんか I have texted って言って、そのテキストしといた方がメッセージ送っといた方がよかったねみたいなのってやっぱ最近っぽくてすごくいいなって思います。ありがとうございます。いやものすごい良くてめちゃめちゃ震えて、とりあえずまず10万円出そうと思ったら林さんが切ない30万を置いたんで10万円じゃしょぼいなと思って一旦我慢しようと思った。裏話的な。めっちゃ良かった、めっちゃ良かった。まあ、あと尺の関係もあるしね。もうみんなで積んじゃうとね、終わっちゃうからね、今ね。うん。なんかアメリカのオーディション番組とかで、ね、子供が歌ったりして、大人に紛れて歌ったりして、グランドチャンピオンとかになってるじゃないですか。はい、で確か、一昨年ぐらいに撮ったのも、多分、女の子で、多分、My Heart Be Gone 歌ってたよね。はい。なんで、でも多分それに結構肩並べられるんじゃないかなと思って、すごくなんかいい声だし感動しました。表情も歌ってる時の表情も多分考えてるんだろうなと思って。ありがとうございます。はいさん、すごい声質にもなってるし、うん、なんかいいと思いました。ありがとうございます。さあどう続けましょうねみたいな、そうですね、はい、ちょっとなんかあんまりほんわかなりすぎてもあれなんで、はい、少し質問させてもらいたいんですけど、はい、株式会社アドヨス代表高澤祐希、イスラエルの大学院で学んだ後広告業を主軸にビジネス展開、一人会社を年商数億円規模まで育て上げる実績を持つ。モットーは責任ある自由人、誰にも縛られない発想でタイガーファンディングにパラダイムシフトを起こす。なんかあんまりほんわかなりすぎてもあれなんで、はい、少し質問させてもらいたいんですけど、はい、今回まあ、150万、規模金額 で、はい、全体が200万ですよね。でもしかしたらこう例えば受験生版、タイガーファンディングなどであるあるの質問かもしれないですけど、基本こういうものっていうのは保護者の方が出していいんじゃないのかなって思うんですね、はい、この中身を見るとですね、ニューヨークへの飛行機代かける3人分本人弟母って書いてあるんですね。我々はお母様 弟さんの分までなんか出す必要があるんですか？はい、お母さんもすごいいろいろ手伝ってくれたり、お金を払ってくれたりとかすごいしてるので、あとうちの弟もいて、でその弟もいつも、重い荷物を運んでくれたりとかしてくれてて、でそんな2人に恩返しをしたいなって思ってやってます。まあけどね、そんななんで恩返し分をね負担しなきゃいけないのっていうとね、荷物持ってくれるから旅費負担しようっていうのは話が違うんじゃないですかっていうことを言わなきゃいけないんですよね、これね。頑張るよ俺は。うん、何荷物持ったらなんか旅費、その弟置いてきゃいいじゃないですか、荷物自分で持っちゃいいじゃん。弟もダンサーになりたいという夢があって、でそのダンサーになりたいという夢もあって、でもしもうちょっと自分のことを知ってくれてる方が多くなったら、バックダンサーとしてやってくれるかなって思って、で弟も実際夢を叶えたいので、でそのために一緒に頑張ろうって感じですね。そしたらできればね、弟は弟で別に出てきていただいてね、弟の分もまとめてセットで入るねって、うん、はい、僕は頑張ったんで皆さんいやでもそのさっきのごめんね本当に意地悪になっちゃうんだけど、なんでそのなんかお父さんとお母さんがなんか出してくれないのと、なんでこの番組の中で GA テクノロジーズタイランド代表取締役 CEO 安藤光一郎、
日本をはじめ東南アジアにおける不動産事業を多角的経営で躍進。場を動かす高額出資から流れを読む乗っかりの安藤まで縦横無尽。そして驚愕、手にした称号はムエタイ世界チャンピオン。本番マレーのトラ、戦う日本人を神の手が救済する。この番組の中で、お金が欲しいのっていうのは多分これ見てる視聴者さんが多分みんな多分それ思うから、それを多分本人の口から言った方が多分そうですね。あのそのお父さんはなんていうか、そのあの分からんという、なんていうの、パパとママもうあのなんていうか、うちら3人で、あの母子家庭で、なんて言えばいいんやろ、そのパパはもともとあのなんていうか、最初からかわからないけど、なんか勉強ばっかりっていうか、勉強かな、勉強ばっかりして、でシンガーになれるとか、もっと大人になってからやりなさいよみたいな。うん、もうやめやすくなきそうよ。泣かした。絶対言われると思った。じゃあダメだよ、もうこれで泣き読み出す。お金で解決しようとするからさ。これ悪い音だね。これ悪い音の見本だからね。シンガーの夢に対する家族の思いを語り、思わず涙を流す志願者。思いの強さに心をつかまれ、トラたちの心が揺れ動く。次回最終話、一体どんな物語を紡ぎ出すのか。新しい未来の行方を見逃すな。僕たちがお金出したら何かいいことあるんですか。別になんか利息書いてあるから別にね、こんな自分のビジネスに150万突っ込んだ方がリターン多そうだな。